はい、どうもくんチャンネルです。はい、今回はね、前回の予告で、赤系とかのラメですね、オートクリアと混ぜて、拭くと言ってましたが、もうね、これ部品、内装とかの部品と、これシャーシですね、こんな感じの色ですね、はい、とね、ボディですねに拭いてみました。はい、ボディね、前回はちょっとピンクだけかなーっては思ってたんですけど、完全にね、まあ、この画面上では分かりづらいと思うんですが、ラメですね、小物をピンクと赤とが混ざってるラメですね。はい、このね、ここぐらいかなから見たら分かると思うんですけどね。はい、こんな感じですね。まあ大体しかわからないと思うんですけどね。はい、ここぐらいやったらまだね、屋根の一部とトランクのところですねがラメ入ってるかなーっては画面上でもうっすらはわかると思いますが、それをやってみました。はい、で、これシャーシなんですが、シャーシも同じね、赤のピンクかなのラメですね。はい、を拭いて、これはガンメタ、ライトガンメタルの上にこのね、オートクリアとピンク赤系のラメですねを混ぜて拭いたらこんな感じの色になりました。はい、まあこの内装のね、ダッシュボードとかそういうのはちょっと黄色系が強すぎて見えないと思うんですが、はい、まあうっすらね、ラメが入ってる状態です。はい、まあ内装はね、乾いたら色分けを筆でねしてみたいと思いますね。ここらちょっと溜まったりとかはしてるんですが、それもねちょっとね綺麗に処理をしてみたいと思います。はい、まあ乾いてからですね。はい、これはちょっと忘れてました。はい、色シルバーっていうか、ファインシルバーに拭くのを、グリルっていうかね、のとこと、ワイパーのとこを拭くのを忘れてました。はい、また次回拭いときます。はい、で次回ね、内装の方とか組み立てたり、まあこのねラメとかこの溜まってる色が溜まってるとこですね、処理をしたりとかで、色分けをして、やってみたいと思います。で、シャーシの方もマフラーのとことか、ちょっと一部ね、シルバーに拭いたり、拭いたりというか、まあ、塗ったりとかね、でこのブレーキパッドのところもね、色分けしたりとかで、この、サスショックのとこですね、のとこも色分けをしてみたいかなと
考えてます。はい、でボディの方もね、シルバーに塗るとことかメッキとか、実写でしたらねメッキのとことか、一部とかあるんで、それも、再現っていうかそれをしてみたいかなと思ってます。はい、まあ、今回はこんな感じでね、ちょっとクリアと、赤系のラメで、全体に拭いてみました。あとね、まあ、忘れてたグリルとワイパーの方は、次回色分けというかシルバーに拭いときます。はい、それでは今回はこんな感じで、ちょこちょこと、進めていってます。はい、それの紹介でした。はい、次回もね、よかったら見てください。お楽しみください。はい、それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。